はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65への算数、やってみましょう。灘の問題です。この中学受験さくららチャンネルは、私この竹谷直樹は塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、じゃあ早速やってみましょう。三角形 ABC は ABACBC の長さがそれぞれ18センチ、24センチ、30センチの直角三角形である。 P と Q は、点 P と点 Q はそれぞれ角 B、角 C の二等分線上の点で、 PQ は BC に平、PQ と BC は平行で、 PH と AB、PK と、QK と AC はそれぞれ垂直である。五角形AHPQK の面積は三角形 ABC の面積の半分になっているとき、PH の長さは四角センチで、PQ の長さは四角センチであるということなんですね。まあ結構な、問題ですけれども。さあ、もう一回確認しながら分析していきます。さあ、 AB が18センチ、BC が24センチ。AC が24センチ、BC が30センチの直角三角形であると。で、点 P と点 Q は角、B の二等分線、角 C の二等分線上の点であると。ここ丸丸バツバツ。さあ、そして P と Q ね、結ぶと BC が平行になるように P と Q を取ったと。で、そして PH と PK はそれぞれ ABAK に垂直であるということね。さあ、この時、五角形 AHPQK の面積は、これね、ここね、この直角三角形 ABC の半分であると。で、この時 PH の長さは何センチで、 PQ は何センチかと。まあ、分かるところからやっていきましょう。まず、三角形 ABC の面積は18×24÷2 ですね、これね。直角ですから、18×24÷2。これ216平方センチメートル。さあ、その次、AHPQK はその半分ですから、五角形 AHPQK は216÷2の108平方センチメートル。これ108です。さあ、そして、じゃあ、こっから pH をどうやって出すのかということなんですけどね。ここから垂線引きて、ここにね、こうやって90度に、そうするとね、これとこれ合同ですよね。BP が共通で90度、90度。で、角は等しいですから、これ合同になるわけです。ということは、こことここ等しい。こことここも等しい。こことここも当然角度等しいです。三角形、これを J としましょうかね。HPB と三角形、JPB、 これ合同です。で、同じようにこう Q からピッと引いて、Q 垂線 BC に引きます。そうすると、で、ここ HIJK J あるの AHPKJ、 でここ J でいいんだな。で、そして HIJKL、 じゃあ M にしましょう、ここね。じゃあ、そうすると同じようにこれ KQC と、MQC 合同ですよ。三角形 KQC と三角形 MQC は合同です。ですから、こことここ等しい、こことここ等しい。で、ここ長方形ですから、ここ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 みんな等しくなりますね。そうするとね、これも pH もう少しで出るんですよ。っていうのはね、これをひっくり返してこういうふうにはめることができるでしょ。これとこれ、 QCK もひっくり返してこういうふうにはめることできるでしょ。
きれいな長方形になります、ね、でそしてこれが108なわけですからね、残りのここは108ですね。でこれをここにして、これをここにしたんだからね、ここを H ダッシュとして、ここ K ダッシュとするとね、四角形 H ダッシュ BCK ダッシュは長方形になります。で面積は108平方センチメートルです、ね、で長方形の横が30ですから、108を30で割ればこの高さが出ますね。縦が出ますね。これ 3.6 で、この 3.6 っていうのがまさにこれ pH と一緒なわけです。これ、ね、だから pH の長さは 3.6 センチということになるわけです。一旦じゃあ今日はここまでにして、次回、これね、PQ やりましょう。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。